はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、仏教大学スクールバス開学100周年特集トミカです。はい、しっかり見ていきます。このトミカは仏教大学開学100周年の記念トミカ、仏教大学スクールバスです。で、車種は日野セレガだね。で、正面から見るとこんな感じだね。ここに大きく仏教大学ってプリントされてて、日野のエンブレムもプリントされてます。で、この下の方には仏教大学100周年のイメージカラーがプリントされてるね。で、横から見るとこんな感じだね。仏教大学ってプリントされてて、ここに日野ってプリントされてます。で、ここに大きくイメージカラーがプリントされてるね。すごく鮮やかな感じのプリントになってます。で、後ろの方はこんな感じだね。ここに仏教大学って漢字でプリントされてて、右上の方はローマ字だね。仏教ユニバーシティって書いてあって、ここにイメージカラーがプリントされてます。で、運転席側の側面はこんな感じだね。ここにもしっかりカラーリングとプリントがされてます。で、ルーフの部分はこんな感じだね。特にルーフ部分には何もプリントはないです。で、タイヤはサスペンションはついてないね。特にギミック系はないです。で、運転席はこんな感じだね。で、座席の方も特にベーシックトミカと同じ作りになってます。で、裏の方は日野セレガナンバー101番の2005年のシャーシになってます。で、ちょっと調べてみると、このデザインと同じようなスクールバスっていうのが仏教大学で実際に走ってるんだね。実在するデザインになってます。で、箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。仏教大学スクールバスって書いてあって、ここに2012年開学100周年ってプリントされてるね。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。販売元は仏教大学になってます。はい、今日は特注トミカ仏教大学スクールバス開学100周年記念トミカを紹介しました。で、今回紹介したのもこの大学のスクールバスが特注トミカになったっていうのは珍しいよね。調べてみると仏教大学が初めてだったみたいです。で、特注トミカのバスっていろんなバス会社さんから発売されてるけど、大学が発売するっていうのは珍しいね。そういう意味でもちょっとレアかな。で、仏教大学開学100周年って書いてあるんだけど、仏教大学のことはちょっと詳しくないんだけど、実在するデザインがトミカになるってコレクターにとっては嬉しいね。で、このトミカは発売されてから結構時間経つんじゃないかな。以前調べた時はオークションでは結構な高値になってたね。だけど先日ヤフーショップで発売されたので、今回やっと手に入れることができました。で、今ショップでは在庫なしの入荷待ちになっているので、これから手に入れたい方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。